はい、じゃあね、今日は多分ね、みんな知らないと思うけど、オークリーのシューズを紹介したいと思います。まあ言ってもオークリーじゃないんだけど、オークリーとブレインデッドっていうブランドの、コラボのシューズを紹介したいと思いまして、これね、こんな箱に入ってるんだけど、最近買ったものでめっちゃかっこいいんだよ。確か160ドル US ぐらいだったので、1万6000円くらいかな。もうちょっとするかな。こんな感じです。で、ここがめっちゃかっこいいんで、まあ、あんまりね、プロモーション動画とかでもね、出てなかったんだけど、これが、後に出たモデルで、1つ目はこことかによくつぶつぶなんかつぶつぶみたいなのが結構入ってて、それもめっちゃかっこよかったんだけど、その時はね、このシューズ知らなかったので買えなかったんだけど、ここがちょっとスウェードっぽくなってて、スウェード、実際スウェードじゃないのかな。ちょっとここの毛みたいなのが結構あって、まあ、スウェードっぽいのかな。で、ここは、まあ、パンツとかでよく使われてる素材だと思います。で、僕が買ったのはサイズ7。で、インソールはこんな感じです。まあ、あんまり特徴的ではないけど、まあ、シューズの中こんな感じ。これめっちゃかっこいいなと思って、予約したんだけど、うちの会社で、すぐに売り切れちゃって、まあ動画を作る前に売り切れちゃったので、みんなもう買えないと思うけど、ストック X とかで見ても全然サイズがなくて、まあ、ちょっとみんなに見せたいなと思って今日動画を撮りました。で、まあ、やっぱりこの特徴的なのが下だよね。こんなシューズ見たことないって感じで、これはもうちょっとなんかスキニーっぽくって、実際に履いてみたいと思います。ただやっぱり色がすごくかっこいいなと思う。見えるかな。こんな感じで、ちょっとカメラを下に向ける。こんな感じ。で、まあこれね、が最近の買ったアイテムです。すごくおすすめなのでね、次のリリース、黒とかがある気がする。黒と、何色だったっけ、まあ、黒しか覚えてないんだけど、こっちの方がなんか色が綺麗で素敵で、もっとなんか派手な感じがよくって、これにしました。じゃん。で、さっきね、ちょっと出かけて、2時間ぐらい出かけて、ちょっと履いてみたんだよ、この靴。めっちゃいいんだよ、これが。なんでかっていうと、なんか履いてるうちにどんどんね、面白く見えてくるんだよ、形が。上から見ると、まあ、本当にね、下こそなんかちょっとイージーっぽいなってさ、その実感して、イージーとかって、まあ、昔の古いやつ持ってきて、まだあるかな。もうめっちゃ黄ばんじゃってあんま履いてないんだけど、最近。こういう感じで。なんかちょっと変わってるんだよね、やっぱり。一番下のここの部分が。それがなんか気持ち悪くていいなって思えてきて。で、これとかもね、上から見ると、こういう感じなんだよ。で、ちょっとね、靴の下が出っ張って見えるんだよ。こことか、こっち側の、こことか。それが、なんかすごく、
面白いなって思ってずっと見てたんだけど、まあ、それ以外にも、あの、下の部分ってさ、どれくらい簡単に汚れるのかなっていうのは、常にね、あの、初めて履くシューズでは見てて、その、例えばイージーとかって、こういうブーストがある分、めっちゃ汚くなる、ね、こことか、もう、10年くらい洗ってない感じで、なんか、履きたくなくなるんで、ちょっと最近は全然履いてないんだけど、これとかはね、あの、黒で統一されてて、汚れが見えにくい分いいなって思いました。うん。あとね、ヒールタブもなんか、すごく、あの、いい感じだなっていうのを思いました。シルバーで、ここが、オークリーって書いてあるんだけど、あの、さっきはね、ここにフレッシュって書いてあって、フレッシュがおそらく靴のモデルで、さっきあんまり触れなかったんだけど、ここにもね、ちゃんと、あの、プリントではなく、実際に、ちょっと出っ張ってるんだよね。プリン、あの、まあ、刺繍じゃないけど、どうやってつけてるんだろうね、これ。あんまわかんないや。まあ、それがすごくいいなって思えて、履き心地はね、まあ、良くて、ちょっとデカめかな、サイズ7。普段サイズ7履いてるんだけど、あの、これでもちょっと大きかった感じがする。やっぱりこういうソールがね、ちょっと、あの、変わってる分大きく作ってるのかなっていうのは感じました。うん。まあ、靴ずれとかするほどではなかったので、全然僕がサイズ7で7履いた時に、あれちょっと大きいかなって感じはしたけど、全然履けないっていうことはなかった。うん。で、やっぱね、あの、最近トレンドとか、まあ、あの、物を売ってると、みんなニューバランスとかって履いてる多くて、ニューバランスも悪くないけど、こういうね、気持ち悪い靴の方が僕は断然好きだかなって思います。で、もう一つ次のアイテムが、あ、まあ、次のアイテムは次の動画で紹介します。では、今日の動画はこんな感じで終わります。